はい、青黒ラジオツイッタースペース版でございます。配信版でございます。また、今日もよろしくお願いしますというか、これちょっと音が大きいな、調整しましょう。はい、ということで今日もよろしくお願いしますということで、ダゾーンの中継がもう始まってからスタートしちゃった。はい、なんかちょっと仕事がバタバタしてまして、今やっと中継を乱したというところです。今日もよろしくお願いします、ということでホームの徳島戦でございました。もうスタメンの発表してるね、向こうの選手全然わかんないんですけど、本当に分かんないですね。キーパーの上福本さんぐらいしか分かんないのね。ね、そんな感じで 4-2-3-1 で向こうはやってくるということですが、こっちのスタメンも僕はちょっとツイッターとかその辺見てなくて把握してないんですけど、多分3バックなんじゃないかみたいな話はちらっと見ました。なので、4本さんが復活してるのかな。ちょっとスタメンとかね全然見てないですよ、控えが誰かとかちょっと不真面目なサポーターでございますけれども、はい、今日もよろしくお願いします。で、ここなんですけども、このスペースなんですけども、また YouTube の方にアーカイブさせていただきます。はい、始まってちょっとまあ、ね、ダゾーン一緒に見ようって感じなんですけども、まあ何回か時間を共有しますので、ちょっとずれてたら調整をいただけたらなというふうに思うんですけども、まあ YouTube で見る際もですね、ダゾーンと一緒にちょっとつけてもらったら多分副音声的な感じで聞けるかと思うので、まあもし、後で見るぜっていうなんか得意な人がいたらですね、そういう感じでやっていただければなというふうに思います。うまく伝えられてるかなっていうところがちょっと気になってるんですけど、ダゾーンを再生しながら、多分 YouTube にこの時間から再生してくださいみたいなこと書きますんで、それに合わせて YouTube の、アーカイブ動画を再生してもらうと、多分タイミングがあって副音声っぽく聞こえると思うので、YouTube に上がった際にそういう感じでちょっと見ていただければと思います。まあこの試合が勝ち試合になればいいですね。負け試合で、前回も、ね、FC 東京戦で同じことやったんですけど、負け試合をもう一回見るのめちゃくちゃ苦痛だったなと思ったので、で今回の試合が勝ち試合になってほしいなというふうに思います。はい、今は注目選手が、紹介されているところで、全然この選手知らないんですけど、上手い選手なんだろうか、ね、こちらの注目選手は誰でしょうかね。あ、監督さんこういう人なんですね。全然他のチームの情報を知らない感じでね、ということで徳島戦はかなり J リーグとしては久々ですよね。あれ以来か、2014年の優勝を決めた時以来かですよね。多分そこから徳島って上がってきてなかったですよね。まあ、なんかプレシーズンマッチみたいなのは 2,3 年ぐらい前にやったような記憶なんですけど、こういう J リーグの公式戦は初めてなのかな、初めてというか久々なのかなって感じがします。情報間違ってたらすいません。なんか今記憶だけで言ってますので、すごく目の大きい監督だね。何歳ぐらいの人なんだろうというか、何人の人なんだろうっていう感じなんですけど、すごく可愛らしい顔をしてる監督さんだなと思います。でまあね、コロナが、まあ、緊急事態のね状況ですけれども、このコロナのこの緊急事態の中でホーム試合が非常に多いなと思っていて、すごくもったいないなと思ってるんですよね。なんかホームアウェイホームアウェイみたいな順番じゃなくて、なんか結構ホームが続いてるので、その分ね緊急事態が明けて観客が入るようになってからはアウェーが多くなってくるのかなって感じなので、なんかもったいないなというふうに思います。これだけねホームの試合があると僕たちも応援できないからね、その辺もちょっとなんか影響あったりするんじゃないかなと思ったりするんですよね、ちょっと調子悪いのも。だから早く開けてほしいなと思うんですけど、6月はおそらく前半に試合をやって、
後半は多分試合があんまりないと思うので、うん、何が言いたかったんだっけな。だから7月以降に僕らは、スタジアム、パナスタに入って応援することができるのかなっていう感じにですよね。まあ、多分5000人制限とかまだ続くんだと思うんですけれども、あ、始まりましたね。庄司さん、下はこんなシャツを着て、あ、そんなわけないよな、下はこんなん着てやるわけないね。入場の時だけ着る T シャツなのかな。はい、ちょっと本当に今スタメンを全く把握してないんですけども、倉田さんいる、井出口さんいると、なんかさっき徳島の紹介だけやってこっちのスタメン出してくれよって感じなんですけど、こんな感じなんですね今観客席が。あれ T シャツ、あ、ユニフォームの上から着るとか、なるほどね。あ、塚本くんもいますね。塚本くんやっぱり序列かなり上がりましたね。いや、計算できる選手になって素晴らしいなと思います。まあ、ちょっと前節は塚本くん、そうですね、FC 東京戦は前半のね最後に素晴らしいドリブル突破があったっていうところはすごく僕は評価してるんですけども、全体的で言うとちょっと普通というか、あまり攻撃的に目立ったっていうのがなかったので、今日はねそのあたり活躍してもらいたいなというふうに思ってます。ちょっとスタートポジションまた FC 東京戦と一緒ですけどちょっと気になってるんで、そのあたりも開始直後は見ていきたいかなというふうに思ってますね。なんかこんな T シャツ着てると倉田さんすごいなんかお坊ちゃんみたいな感じですね。あ、この審判なんて名前の人だっけ。もう最近記憶力がねない。あ、宇佐美さんとパトリックさんがスタメンでフォワードでって感じなのかな。いやー、もうパナソニックスタジアム結構近所に住んでるはいるんですけど、全然ねスタジアムに行けないのが非常に苦しい感じですよ。無観客試合って本当は特別なんですけどね、もう普通になってきちゃって、いやー頑張っていきましょう。今日は本当に5連敗っていうのをちょっと避けたいですし、あ、スタメン出ますね。なるほど。まあこれは違うよね、442じゃないよね。左サイドバックにヨンコンさん置かないでしょう。8番もね、小野瀬さんも右サイドバックではなかろうという感じで、なるほどね。どうなんだろうな、なんか3にするとは思うんですけど、後ろ。そうすると今左誰がやるんだっていうところもちょっと気になる、スタメンですよね。どうなんだろう、倉田さん、今の予想通り倉田さん左にするのか、まあ、もしくは、あ、でも宇佐美さん左にすることないか、今のメンバーだとね。すいません、ボルティスの方は全然選手が何回もいますがわからないです。詳しい人はね、徳島の選手とかも全然知ってるんでしょうけど、わかんないです。控えの選手も全然わかんないです、ね、勉強不足です。なんか松波さんだけ白いマスクしてるよね、ずっと。みんな黒いマスクしてるのにね。ポヤトスさん、あ、42歳ですって。なんか何回も言いますけど可愛らしい顔の監督ですね、本当に。まあそうでしょう、3センターバックでしょう。
ちょっと救急車が来てるんで入ってるかもしれない、外が。さっき今実況の人が言ってましたけど、右に三浦さん、真ん中庄司さん、左に四言さんということで、まあ、あの前期、昨期か、昨期にやってた形ですよね。まあ、少し原点回帰な感じもします。で、まあ、真ん中はね、あの踏襲してると思います、ね、今までの感じで、井出口さんと矢島さん、この関係どうすんのかなっていうところもあるんで、ちょっとうまくいってなかったからね、ずっと。ただやっぱりそこに2人置くのかな、1アンカーかなみたいなところも気になる。あ、1アンカーで置いてるね、今このスタートだけ見るとね。だから矢島さん少し高めにするっていう感じで、どうだ？左に矢島って言ったね、今。あ、今始まりました。キックオフです。時間共有しときます。今が、6秒、7秒、8秒、9秒、10秒です。ずれてたら調整をよろしくお願いします。はい。ということです。ちょっとスタートポジションを注目しながら見ていきたいけども、左に倉田さんがいる感じになった。違う、あれ、宇佐美さんか。あれ？もうね、宇佐美さんとね、倉田さんがたまに分かんないんですよね。黄色いシューズが宇佐美さんかな？ですな。ということは、宇佐美さん下げ気味だから、パトリックさんワントップにしてるってことかな？なるほどね。あ、倉田さん右にいる？なるほど、台形になってるわけじゃないよな。ちょっとまだ流動的かなって感じはするけども、だからその逆三角形で井出口さんがそこにいて、真ん中2人に倉田さん、矢島さん、まあ右の方に倉田さんがいて、左に矢島さんがいて、で左のハーフあたりで宇佐美さん、そして右のハーフで塚本くんみたいな感じですね、形としては。だから3-1-2-2-1 え、よく分かんなくなってきたまあそういう形だろうと思われる。まあここの辺はね、流動的に変わってくるとは思うけれども、はい、ちょっと中盤結構分厚めにして、あ、ごめんなさい、小野瀬さんがいたわ、ごめんなさい、小野瀬さんのことを今さっき忘れてましたね。だからサイドハーフ、右のサイドハーフで小野瀬さんですね。じゃあ塚本くんはどこ行ったんだ？あれ？ちょっとまたメンバー表を見ましょう。頭が混乱しておりますね。ちょっとネットの方でちゃんとメンバー表を見た方が良さそうだな。ダゾーンがね、なんかメンバー表が見れなくなっちゃったんですよね。なんか教えていただきたいんですけど、どこで見ることになったのかっていうところ。どこで見るようになったんだろう。マジでわからんようになってしまった。はい、すいません、ちょっと3分ぐらいなんかああでもないこうでもないと言いながら時間が経ってしまったけども、3分の20秒21、22、23、という時間になってます。ちょっとずれてたら調整をお願いします。まあこれ細かく言ってんのは、あの遅延がたまに発生するから、ダゾーンって詳しく言わないと、でも逐一言わないと、あの多分なんかずれていっちゃうのかなと思います。まあ人のネット環境によってそうなっちゃうのかなと思います。
さ、まあ、ちょっとスタートポジションについては言いましたので、あとはちょっと戦い方がどう変わったかなっていうところですよね。かなりフォーメーション変わってるので、どれぐらい修正されたかなというところです。中4日中3日ぐらいなのか。お、来たよパトリックさん。その位置で取ったら攻め切りたいけどどうだろう。いいボールだけどね。あー宇佐美さん、あーそこよ、そこ囲もう。あー囲めなかったか、うん、残念。いや、あの高い位置でね、パトリックさんが取ってくれるのはいいですよね。そこからのスピードアップ、もう本当に相手に考えさせない間に攻撃終わるぐらいの感じを出せたら素晴らしかったなと思いますけどもね。さあ、いいよ。今のは良かったですね。お、カードが出ました。うん。でも立ち上がりね、前回は最悪な立ち上がり方をしたんですけども、今回はちゃんと試合に入っていて、ペースを握ることができてるかなというふうに思いますね。まあきっとでもずっと握り続けることはできなくて、どこかで攻められる時間帯も絶対出てくるので、その時の対処の仕方とかねも見ていかないと。まあでもセットプレーなんで、今まずはチャンスを取りましょうね。シュートまで行きたいですね。まずファーストシュートを打ってみていきたいという感じです。流れちゃったからな。ちょっとこの時間の隙にメンバー表が見たいな。今パソコンで調べておりますので少々お待ちください。ガンバの公式ページを見ればいいのかなと。危ねえ。このキーパーからのワンパスでねチャンス作られるのは嫌ですよ。さあ、ガンバの速報ページを開きましたということで、メンバーはどこで見るんだったかな。あれ？メンバー、あ、見れた見れた。はい、あ、高尾くんが復帰してるんだ。なるほどね。そうなんだね。お、危ない。打たせるな、打たせるな。うん。この辺ね、ガンバって粘れますよね、守備でね。まあ、危ういんですけど、結構ああいうシーンってよく見ますよね。相手が向こうでごちゃごちゃしてきてもなんとか書き出している感じのね、守備はやってくれてるんで、調子悪いながらもね。さあ、やっと僕はメンバーが見れた。はい、なるほど。チアゴ・アウベスさんがもうメンバー外、あと山本くんがメンバー外っていうのがね、うん、気になるところですね。最近で言うと多分怪我とかではないじゃないかなと思うんですけれども、まあチアゴ・アウベスさんにしても山本くんにしてもちょっとね、パフォーマンス悪かったのでね、ちょっと外されてるのかなっていう感じはしますけどもね。うん。で、あとウェリトン・シウバさんはそういう意味では結構まだ松並さんに信頼されてる感はありますね。まあ、まだちょっとウェリトン・シウバさんね、本領発揮を多分してないんでね、調子がいいのか悪いのかっていう判定がつかないんですけども。さあ、今8分の45秒、6、7、8、9と。50秒になりました。ずれていたら調整お願いします。さあ、ここはっきりしたいですね。うん、OK です。
ヨンゴンさん久々だけど、なんか話によると代表に呼ばれたんで1試合出てなんかまた離脱するみたいな話を聞きましたんで、本当になんかはぐれメダルみたいな感じになってる。エンカウント率が低いですね、ヨンゴンさん。でそうね、あの黒川くんがずっと出ずっぱりだったんですけど、今回は、メンバーも外れてるっていう感じなんですね。うん、まあ使い続けるのは大変ですよ。特にサイドバックは本当にスタミナ使うんでね。黒川くんの、まあ、コンディション重視で一回試合外しとくかみたいな、多分これはターンオーバーの意図だと思います。そろそろ10分だけども、まあペース握ってるとは言えないですよね。五分五分な感じかなと思うんだけど、ちょっと徐々に向こうが圧を加えてるが、あこういうところスピードは、あー矢島さん、あなたはそれを綺麗につなぐ役割なんですよ。潤滑油として動いてほしいですね。なんか言っちゃいけないんだろうけど、遠藤さんだったらなとかって思っちゃいますね、ああいう時。まあ遠藤さんもミスしますけど、徳島が、持っている、こちらが構えるっていう今実況ありましたけど、まさにそういった展開になってきている。まあこういう、あそういうところも連携ちゃんとしっかりしてほしいな今のは。ああいうのでじわ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 こちらの攻撃のね、フェーズが減ってってるのでね、しっかりと取って次の攻撃にみたいな、オートマティックに切り替わってほしいなっていうふうに思いますよね。まあ今これはね、あの向こうがポゼッションを強めてますけど、ちゃんと、こちらがコントロールしてる感にはなってると思います。向こうも窮屈にね今ボール出した感じなので、ちゃんとそういうことができてるかなと。まああとはそこに一工夫で崩すっていうところをね目指したいところですね。今これはちょっと回させてる状態なので、まあ急にグッとくるね、あの攻撃の時に気をつければいいかなと思います。ここは今のところ全然安全圏ですから、今のところ守備うまくいってるかなと思いますよ。さあどうだろうか、この辺で取れる、うん取ったね、 OK。 さあスピードアップはしないか、まあでもいいよ、とりあえずはねビルドしていきましょうよ。どう工夫するかですね。あ結局こういうとこで攻撃までいかれずっていう感じが良くないですしね。今の井出口さん、そしてさっきの矢島さんとかね、この攻撃スイッチがかけられないっていうところを改善してほしいな本当に。なんかそこからオートマティックになんかあの攻撃できたらなんかいいことありそうな予感はするんですけどね、この試合は。いったって言いましたね今倉田さん、倉田さん今ちょっとガン飛ばしてましたよね。ふざけんなよみたいな顔してましたね今ね。謝っとけよ。すごい入れ墨してるよね、井出口さんね。
お、狙ったね。さあどうだろうね、今もうそろそろ14分の、25秒6、7、8、9、30秒と時間帯でもうすぐ15分ですけど、うん、チャンスは作れてないですよね。そこでしつこく行くのが入口さんでしょう。そう、さあここついていってほしいし、向こう倒れてたね。あでも OK、 ナイスブロックです。やっぱりちょっと6対4ぐらいで攻められてるかなって感じはしますね。こちらもいい形でシュート打ちたいけども、その前に失点しないことですよ。さあ動けるかな。そっから逆に、いいよ。ここに誰か来てほしいですよね。まあ、ちょっと今パトリックさん来ようとしてたけど、ちょっと距離が長かったですもんね今。やっぱりここでちょっと戻されて結局は攻撃できないかなっていうところなんで、シュートゼロですね。パス成功もえらい低い。ああ今直しかったけどね、ちょっと数値上は良くないですね今。まあ、ポゼッションしたからといって勝てるってわけじゃないけども、やっぱりちょっとパスミスとかがね、2本ぐらい目立って、まあ細かいの言えばもっとあったと思うんですけど、そういうところでそのチャンスが取れてないっていうところで言うと、ポゼッションが上回らないのは非常に良くないかなと思ったりはします。はい、何回か言ってますけども、その前回の FC 東京の入りの時のあの守備のふわふわ感から言うと、今日は非常に締まってるかなと思いますよね。まあ、4本3入るのも大きいのかもしれないですね。まあ、あの4本3といえば最後に姿を見たのがあの日韓戦でね、あの4本3とこが破られまくって、まあ日本にとってはいいことですけども、ちょっとやられてる映像が最後に脳裏に残ってるんで、まあ彼はね多分その辺修正してるとは思うんですけど、それ以来なので今日のヨンゴンさんもどんな感じかなっていうところもね見ていきたいですよね。今のところヨンゴンさんのところ安定してますね。久々の実戦だと思うので、おっとこの辺は、おお東口さんが珍しくああいう球に触れなかった。やっぱりちょっとビルドの部分っていうところね、まだ完全には整理しきれてないかもしれないですね。まあ、久々にパトリックさんね、スタメンに使ってる感はありますよね。最近ちょっと控えで出てきて、控え出てきた割にはちょっと何もできなくてみたいな感じで、ちょっと、試合後の評価っていうのは少し落ち気味だったですけれども、今に関してはちょっとね、さっきもありましたけども、前目でプレスかけて奪うみたいなこともあったので、今のとこパトリックさんいいと思うんですけども、結構この辺りでね追い回してくれてるので、向こうも、この辺りで回さざるを得ないみたいなところあります。さあいい感じで奪ったね。
ここでかいくぐってどうだって感じだな。さあ連携したい。さあいけるかな。オッケー。ちょっと形として見えましたよね今ね。まあ、取った後に奪ってああいう形まで行ったのは良かったと思いますよ。なかなかあれがねできなかったんですね、この数試合ね。ゼロとは言いませんけど、このタイミングで蹴るのか。ちょっとなんか準備がチームとしてできてなかった気がしますね今の。そうか、なるほどね、マンツーマンでついてるのか。なるほど、ちょっとなんかいわゆるゴールに向かう動きをする選手がいなかったっていう感じがしましたね今のコーナーキック。まあ、それはちょっと向こうが一人ずつついてるからっていうのももしかしたらあるかもしれないですけども、ゴール前にみんな固まってる状態の時にコーナー蹴ったんで、あれだと誰もシュートが打てないんじゃなかろうかと思っちゃいました。少しだけ、ちょっと破られたな。しっかりと三浦さん、OK、ナイス三浦さん。やっぱり握られてるけど、まあ、さっきみたいにちょっと裏を突かれるようなものは本当にちょっと注意しないといけないですね。アナスタちょっとやっぱ芝荒れてる感はありますね。なんか今プレイしてるあたりとかちょっと茶色いものが見えてて、今スローに投げた方向は緑っぽいですけど、ちょっと東口さんのいるあたりがなんか芝が剥げてるような感じはしますね。もうそんな時間、今時計は、22分の30秒、31、32、33、34、35と、飲水タイムに入ったという感じです。はい、ここまではまあどうだろう、まあ、握られているけども、まあ確かにちょっとゴール前バタ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 みたいなところはあったと思うんですけれども、とはいえ、向こうに崩されてみたいなところは、今のところはない感じで、守備の面ではある程度うまくいってんじゃないかなという感じではありますが、やはり、ずっと課題である攻撃、内からの攻撃も少ない。はい。試合内容的には使用試合なのかなというふうに思ってますが、なんとかちょっとシュートをね前半のうちに打っときたいですよね、惜しいやつをね。はい、ちょっと録音機器あたりを触るので音がするかもしれません。矢島さんああいうとこで迷っちゃうのがね、うまくいってるチームやっぱ迷わないんですよねボール持ってもね。まあ考えるなとは言わないですよ。
ちょっと宇佐美さんがあんまりボールを綺麗に持ててないかなっていうのが、飲水タイムまでの印象ですね。セットプレーでは宇佐美さん蹴ってるけどねみたいな、あんまり登場しないというか、まあこちらから左ですよね、左サイドから攻めるケースが少なくて、まあ、さっき塚本くんがクロス上げようとしたあたりは左からでしたけど、あんまりそういう場面がなさげな感じがしますよね。おーっと、いい感じで追ったね。で、こういうところでちょっと混乱させたいところです。まあ、今はブロック引いてるだろうけどね。ああ、いいとこ。ちょっと倉田さんと宇佐美さんのコンビネーション合わなかったですけど。あそこでね、宇佐美さん持ったら、結構ね、今回その倉田さんも含め矢島さんとかが前目にいるので、分厚めの攻撃できるんじゃないかなっていう絵は描けるんですけども、それが、どうだろうな、実現するのかなというところです。まあ結構攻撃を重視してというか、ちょっと前に分厚めな、人数かけれるようなフォーメーションにはなってるかなと思うんですけどね。さあここでどうだ、戻すか。さあどうだ、よし来た、よし、これだこれだ、崩したよ、ついに今季初めて崩しのゴールが出たま、ちょっと噛んじゃった。もう今季初ゴールと言っていいですよ、これガンバって言ったら宇佐美さんかわいそうか。宇佐美さんが初ゴール、これ2点目って言っていいですよ。はい、崩しのゴールが出ました。だからちょっと直前に言ったんですけど、こういった攻撃の選手が前目にいるので、こういう崩し方ができる絵は絶対に描けるはずだったんですよね。だからそれが結実した感じが今すごくして興奮しております。松波さんも興奮しております。ウホ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 言ってますね。いや素晴らしい、先制しました。先制したのはトス戦以来かもしれないですね、もしかしたら。で、複数得点ですよね。やっぱりここまで来るとちょっとわがままになっちゃうけど。で、今みたいな形が出せるっていうことが分かったんでね。期待できます。はい。あとはちょっと、まあ、心理的なところを、心配しなければいけないかなと思いますね。1点取って、じゃあチームとしてどうする、もっと攻めるみたいな、いやこれ守るみたいなね、迷いが出てきたらチームがバラバラになっちゃうので、この1点をどう考えるかっていうのをちょっとチームとしてなんか統一しといてほしいなっていう感じがしますけどね。さあ、まあ、こういうちょっと怪我ですけど、こういう時にリプレイが流れたりはしますけど、流れないかな。さあ今もうツイッターとかなんかはもうお祭りになってんじゃないですか。ちょっと見てなかったですけど、ツイッターはちょっとちらっと覗いてみるか、今この隙に。いや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 、あ、怪我のリプレイか。いや、ゴールのリプレイをこの時間に流そうぜ。いやー、よかったね、本当にね。で、やっぱり鋭めのパス、グラウンダーのパスっていうのが最近やっぱりなんか出せてなかったなっていうのを思いますね。ああいう小野瀬さんのね、さっきの、ああいうのでやっぱり点が生まれると思うし、なんかいつもふわっとしたクロスをして弾かれてっていうところで全然攻撃できないっていうところがあったので、やっぱりその分厚く攻撃する、崩すっていうのはやっぱああいうボールが欲しいよねと思います。はい、
まあ、しかも結構人数がね、いたと思うので、本当に攻撃の形として本当に初めてかもしれないですね。ああいう綺麗に崩せたっていうのは。はい。なので、本当にもう一回出してほしい。だからそれで自信が多分、あ、ちょっとすいません。咳が出そうです。ああいうので多分選手って自信がつくんだと思うので、あの2点目が入らないとしても、ああいう形でああいう形をもっと目指してほしいなと思います。結構長くできましたね、この人の怪我。3分ぐらいもっとかな。ちょっと前半のロスタイム長いかもしれないですね。いいですね、パトリックさん今日いいですわ。さあやっていこう。まあ、心なしかちょっとガンバのパスがあっていい、なんか今褒めようと思ったら三浦さんパスミスしちゃったけど、なんかちょっと自信をつけ始めたかなみたいなパス回し知ってましたね今ね。心なしかですけどね。こういうとこでもねプレスいけるっていうのはちょっと勢いがチームにもたらされてるなと思いますよ。気をつけたいのはこういうカウンターね。はい。さあ三浦さん、さっきも止めたから止めよう。さあしつこくいこう、しつこくいこう。ナイス、オッケー。はい、三浦さんそこ止めてくれてますね今日ね。素晴らしいです。今が31分の、20秒、21、22、23という感じで進んでおります。もしずれてたら調整お願いします。まあ、ここ前半はもうね、1点リードのまま終わらせたい感じです。向こうもね攻めてないからね。さあここでも取れるでしょう。うん、とりあえず守備うまくいってるんでね。あーっと、おー危なかったね今のは。うん、惜しかったね今、落としよかったのにね。あ、今向こうの監督の声なんだ。へー、誰が飯野と一緒って言った今聞こえてなかった。小西、あと15分ぐらいになったけどもどうなるかな。前半の終盤はこれ向こううまくいってないですもんね。まあ、うまくいってるのはさっきから三浦さんサイドのところの、裏をつくパスぐらいですよね。それ以外は多分向こううまくいってないので、まあ、あれ一辺倒でしてくることはないと思うんですけど、多分向こうの狙いとしてはあの裏つけないかなみたいな感じで攻めてるんだと思います。さあここプレスかけよう、プレスかけよう。惜しいね。もっと宇佐美さん走っていいんじゃないかなと思うんだけど。ああ、取られちゃったか。そうよ、いいディフェンスだったよ、今の。ああ、足かかっちゃったかな。普通に行けばレフノーファールですからね。やっぱ得点取ってなんか動き良くなってると思いますよ、ガンバ。こういうプレスの位置が高くなっている感じがします。で、向こうをね、窮屈にさせて、さあ、そうそうそう、こういうとこですよ、こういうとこ。あー、縦に、あー、粘れ粘れ。あー、ダメか。
今矢島さんに一つでもいいタッチがあればね、大チャンスだったかもしれない。やっぱりなんかちょっと序盤矢島さんミスが多くてね、ちょっと怒ってましたけど、ああいうところでボール取って、でなんかラストパス出してくれるっていう矢島さんであれば、本当にいや、そこにいてくれてありがとうってなりますね、矢島さん。ここは全然安定してるんで、危険性何もないですね。さあ、小野瀬さんサポート来てほしいね。あ、いい、いい走りしてます。お、そう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 。ちょっと人いないか。でも、シュートまで終わろう。なるほど、まあいいですね。本当に今までの試合から比べて全然いいですね。まあ多分2021年シーズンのベスト前半なんじゃないですか今日の試合は。まあ、最初ちょっとね、まあ、何度も言いますけどパスミスが多かったりっていうのはあったけど、さあ井出口さん、いいね、井出口さんらしい今の追い方。うまくね、向こうのやりたいことを窮屈にさせてるんで、こういうとこですね。さあ宇佐美さん、久々にボール持ったんじゃない。ういよかったね。ここに寄ってくれないからいいですよね。寄ってくれないってなんだろう、寄せてこないからいいですね。僕あの「うー」っていうのが瞬間的に出なくて「うーい」って言っちゃうんですよね。なんか今ももっと低くね、うーって言いたいんですけども、昔からの癖なんで仕方がない。あ、ここパトリックさんはいけないか。なんか昔のあの J スポーツのね、あのサッカー中継とかって惜しいシーンがあると、ウォーイとかわーいとか解説の人を言うんですよ。今もそうかもしれないけど、なんかそれがね、癖として映っちゃったんですよね。だからなんかうわーとかあーとかため息じゃなくて、なんかそのなんていうんだろう、ボケに対するツッコミみたいな感じで言っちゃう、おいみたいな。お、いいね、宇佐美さん、いいね。さあ、いいですね、塚本くん。今日もシュート打てたね。さっきのウォーイの話はもうあれ以上ないんで終わりです。本当にどうでもいい話をしてしまいました。38分の今が30秒、あ、ちょっとずれちゃった、ごめんなさい。35秒6 7 8 9 40秒です。ちょっとずれてたら調整お願いします。いるのか、 OKOK、 小野瀬さんいた。お、塚本くんもっと言っていいよ。 OK、 そう、さあ、いや素晴らしい。塚本くんのあのプレスのおかげでね、もう向こう出しどころないから。
やここまでちゃんといいねって言える試合がありましたか。本当に苦しかったね5月。出口さん、なんかセカンドも取れてて非常にいいですよね。さあ今日はここから攻められてるんで、ああでもちゃんと止めましたよね。ここからパトリックさんからのね、落としをうまく拾えるようになるともっと攻撃回数増えそうな気がしますけどね。パトリックさんの近くに誰かがいとかないといけないんですよね、ああいう時には。ハンドじゃねえ、ハンドは取らないで。まあ、今結構審判の角度的にはちょうど見えたと思うんで、多分ハンドじゃなかったんでしょうね、きっとね。なんか誰かブラインドになっているような角度じゃなかったからね、今のは。うん、こういうとこで今ガンバを奪えてる。さあ、打たさないようにしよう。そこ疲れたか。ちょっとヒヤッとする裏の突き方をしてきましたね今ね。すごいなんか華奢な外国人選手な感じがしますね今の人。これはもうパトリックと比べればなんか華奢じゃないですか、さっきの人。名前が分かりませんが。ディエゴですか？さあ、なんか矢島さん今のトラップして左とかやった人をフリーでいたぞ、塚本くんが。かけよう、しゃあないか。あと43分にそろそろなるので、残り2分なんですけど、多分ねさっき怪我してた選手が結構長かったんで、おそらく 3,4 分あるんじゃないかと思いますよ。いいですね三浦さん、いいですね、今日止めてくれてますよ。まあ、ちょっと徳島も調子悪いのかもしれないですけど、なんか今日は安定感が守備あるような気がしますね。なんか滅多なことでは崩されなさそうな予感がすると言ってたらね、そういうのがフラグになっちゃうんで言わない方がいいのかもしれないけど、そもそも今日東口さん登場しないですもんね。おしつこくいける、しつこくいこう、しつこくいこう、そこしつこくいこう、 OKOK。 うーん、いいね三浦さん今も体当ててね。いや本当にガンバのね調子いいだけに複数得点欲しいですね。これは前半はこのままでもいいかなと思うけど、向こうがあんまり修正しきらないうちに攻め切りたい感じはある。
とはいえこっちもねそんなシュートバンバン打ってるわけじゃないからね、なんかいいとは言ってもやっぱり修正しなきゃいけないとこはしなきゃいけないですね、最後までやるっていうね。綺麗な形でボールが奪えてて波状攻撃もできる雰囲気があってっていうところは今までの試合と全然違うので、あとは最後実現する力ですよね。お、45分ですね。前半このままかな。まあよく本当に修正できたなっていう感じはしますね、短い時間でね。これが継続できるかっていうところです。まあ、後半もそうですし、次の試合も継続できるならまだ全然光あるなと思いますよね。今降格圏ですけど、さあ、あえてクロスせず宇佐美さんか。一つ前でクロスでもよかったなと思うんだけどね、人いたしね。いやーなんかシュートで終わりたい前半。どうだろうな、もうチャンスは巡ってくるかな、どうかなっていう時間になっていきましたよね。なんか言ってる、なんかあんな金髪の人でしたっけ、上福本。昔なんだっけ、あの神戸にいたキーパー、あれ名前が思い出せないな。最近ちょっと人の名前を思い出せないおっさんになってきたんですけど、金髪のキーパーいたよねっていう話がしたかっただけで。あーいいパス、あーディレイか。いやなんかでも今の倉田さんのやつ鋭くてよかった。ちょっと1人しかいなかった、パトリックしかいないけどね、こういうパスさっきこれで点決めたから可能性ありますよ。ああいうのなんかいい形で終わったなっていう感じはします。今の最後はオフサイドだったけども、ああいうのが絶対効いてくるんでね。はい、ということで前半は終わりということで、何度も言いますけども多分、2021年ガンバの試合の中で一番素晴らしい前半だったと思います。まあ、何しろ点が取れたっていうのが絶対にね、素晴らしいポイントなんですけどもまあそれ以上の、今までちょっともううつうつしてきた雰囲気を吹き飛ばすような前半だったかなというふうに思います。ということで、ダゾーンは今、アイキャッチが入ってコマーシャルにということです。はい、ちょっとねまたスタッツを出るまでは少し休憩気味に話していこうかと思うんですけれども、まあごめんなさい、ここ最初の方がメンバーかなり混乱してて、結局まあ3バックは3バックで、三浦さんが右、真ん中庄司さんの左が4号さんは間違いないと。で
どうなんだろう、結構流動的になってたけど、もともとは井出口さんが中盤の底を一人いて、で、そこから矢島さんと倉田さんが逆三角形の底辺が上ですよね、二人いて、で、左に塚本くん、右に、小野瀬さんか、あれ宇佐美さんの基本ポジションでも、ま、前じゃなくて中盤だったからどうなんだ、3人前気味にいたっていう感じになるのかな。結局でも矢島さんがボランチにもいたし、結局台形だったんだろうか、なんか結局分かんなくなっちゃった、結局分からんのかよって感じになっちゃうな。なんかちょっと正しくは明日とかにね、また採点寸評とか出ると思うんで、結局どういう形だったのかっていうのを見せてもらおうね。多分結構流動的だったんでね、矢島さんと宇佐美さんの位置がまあ左にいたり、まあ宇佐美さん基本左ですけど、矢島さんが右にいたりとかしたしね、なんかその辺結局どうだったんだろうなみたいなところを後でちょっと整理したいかなと思います。まあ、交代選手が入ることで多分またフォーメーションも変わってくると思うんですけどね。で、まあ前半終わって後半ですけど、多分、選手交代はないでしょう。うん、っていう感じですね。で、まあヨンゴンさんが、まあ、気になるというか、久々の試合なのでスタミナの面でどうかなみたいなところで、まあ、オプションとしてヨンゴンさん下げて、例えば高尾くん、奥野くんあたりを入れることで、あ、でもそうすると左がいなくなるか、4に4バックに戻すかなとか思ったんですけど、今左をやる人が交代にいないって感じですね。ウェルトン・シウバーさんをサイドバックさせるわけにもいかんだろうからってことでね、まあ、ちょっとどういうオプションがあるのかっていうのも注目したいかなと、交代によってね。まあ、純粋に左サイドバックをやる人が今日のメンバーにいないんだよな。奥野くんとかできんのかな。そう考えると左サイドバック薄いよねとは思っちゃうね。黒川くんいなくなったら途端にいなくなるっていうのはなんかね、前のラジオでも話してましたけども、まあ、右サイドバックもやばいんだが左サイドバックもやばいんだっていうね話を何回もしてます。はい、あ、スタッツ出てますね。ちょっと咳が出そうです。まあ、だからやっぱり宇佐美さんはセンターフォワード扱いになるよね。だからさっき言ったフォーメーションで合ってるんじゃないかと思います。井出口さんがそこで、倉田さんと矢島さんが、前目の2人とで、右に小野瀬さん、左に塚本くんで、まあ、宇佐美さんはまあ流れによって左に流れてくるみたいなね、そういう形なのかなと思います。これ支配率なんかもう少し戻るかな、 40% ぐらいに戻るかなと思ったんですけど、結局 30% なんですね。まあ、ただボルティスの方のまあポゼッションが結局別にガンバの脅威になるポゼッションではなくて、最終的には窮屈になってこっちが刈り取るみたいなね流れだったんで、このポゼッションはなんか我々が不利というわけでは全くないポゼッション率です。まあ、この左から攻めてるぞっていうのは宇佐美さんのおかげなんだと思います。これも面白いですよね、 57% 左サイドっていうのもね、確かに三浦さんのところからしか攻められてなかったなと思います。だから4本さんが守備してるっていうところ、シーンが少なくなかったですか、そういう意味ではね。
最近こういうスタッツ走行距離でも結構相手が上回ってたっていうのが多かったですけどね。いやー、そういう意味では本当に後半落ちないでほしいなっていうことを願うばかりね。久々にいいラジオをやりたいんですよ。パトリックさん頑張ってますね。向こうバスサッカーしたいって感じなんだけど、本当にうまくいってないですよね。だからもしかしたらガンバさんはそのパスサッカーの相手に相性いいかもしれないですけどね。最近やっぱりそのカウンターしてくるチームとかに当たってたと思うんですけど、カウンターしてくる相手に対してはめちゃくちゃ弱い感じがしてますよ。あまりね、向こうがつながずに一気に、前線に足の速いやつに渡してくるサッカーね。で、その攻撃が終わったら向こうが守備をブロックを引いてくるみたいな戦術取ってくる相手にはもうブロック崩すこともできず結局負けるみたいなね内容だったんで、まあ、こういう風になんか繋いでくる相手っていうところにと相性がいいのかなって思いましたけども、素晴らしいですね。素晴らしい。まあでもただまだチーム4点目ですからね、これ。うん、あんな綺麗に、まあ、6人ぐらいがパトリック囲んでたと思うんですけど、パトリックを誰も見れないんですね、ああいう不思議なもんで。そうそうそう、こういうね、矢島さん取ってパッとあまり考えずに、まあ、考えてはいるだろうけど、あの早めにね前につないでっていうところができると矢島さん本当に光り輝くと思ってますし、最近矢島さんが光り輝かないのはあそこで考えて下げちゃうっていうねのがあるので、今のシーンは良かったなと思います。ちょっと喉乾いたのでお茶を飲みます。はい、今コマーシャルに入っております。あれ、今何分ぐらい経ったっけ、ハーフタイム。でもなんか今までの流れだったらこのコマーシャルがあってもう一つぐらいコマーシャルがあって後半開始みたいな感じですよね、いつもだったらね。なんか多分いつもアコムの CM がこの次に流れてみたいな。あ、違った。あ、まだコマーシャルだ。いやー、なんか久々にワクワクしておりますよ、本当に。3回目にしてね。勝ってる試合でこういう副音声やりたいですもんね。なんか心に余裕がある状態で、まあこれが同点に追いつかれたら余裕がなくなってくるんですけど、まあ2点目取ったら本当にもうね、心余裕でなんか喋りたいなって感じです。結構まだ長そうですね。
コマーシャルについて喋っていこうか。パルちゃん、グランパス君、グランパス君って名前もなかなかな名前ですよね。そのまんまじゃんかみたいな感じですもんね。まあガンバボーイもそのままだな。ひねりがない。よく考えたら、このセレッソのロビーっていうのはどっから来た名前なんですかね。ロビーって、まあ、調べりゃすぐ出てくるだろうけど、モービーはなんとなくわかるじゃないですか。なんか牛だからモーでしょみたいな、でビッセルのビでしょみたいな、わかるんですけど、ロビーはなんでロビーって言うんですかね。喋ることがなくなってしまったけども、あ、だからこのアコムの CM があるともうコマーシャル終わりだなっていう雰囲気になるわけですよ。ね、始まるでしょ。はい。てなわけで、ちょっとまあ向こうがどれぐらい作戦変えてくるかっていうところですよね。明らかにうまくいってないので、まあ願わくば訂正できずに終われって感じですけどね。お、なんかあれなんですかね、すごく浮き足立ってるって言ってダメか、なんかちょっと気持ちが上がってるんでしょうね、こんな早く出てくるっていうのは。交代はやっぱりなさそうですよね。まあこれだけうまくいってたら変える必要ないと思うので、あとはうん、まあ65分ぐらい過ぎてどう松波さんが考えるかっていうところかなというふうに思います。ヨンゴンさん、明らかになんか髪の毛がサラッとなってたんで風呂入ったんだろうなって感じはしますよね。向こうはどうなんでしょうね、交代はしたんだろうか。まあ冒頭からずっと言ってる通りですね、向こうの選手のこと全然知らないので変わってても気づかないです。さあ気合い入れていきましょう。2点目ね、2点目取ろうということで、後半が始まるところです。ポンと、おお、こらこらこら、三浦さんかな、今のちょっと目測誤っちゃったのかな。うん、ちょっと集中したい入りをね、頑張ってほしいなと。こんなとこでね、セットプレーで失点してプラン崩すのなんてしょうもないですからね。なんかじゃんけんしてるみたいな感じ、誰やるみたいな。さあ集中しよう。ちゃんと見ようね、後ろから4人来てるやつね。 OKOK。 解説の通りだと思います。ちょっとねゾーンの弱みっていうところ、この間疲れたので
どうだろうね、後半も、まあ、持たれる展開になるのかな、どうだろうなってとこですね。今のところちょっとまだガンバはボール触ってない、1分50秒ぐらい経つところですけどね。まあ、最初さっきも、そんな感じの展開だったですからね、まあ、そこまで心配するほどじゃないかなと思うんですけど、さあ追っかけていいんじゃないかな、追っかけていいんじゃないかな、あどうがどう作戦変えてきたかなっていうね。さあここで取りたい、うんと左が空いてしまってるけど、オッケーオッケー。あ、そういえばこのツイッタースペースを後半告知するのを忘れてましたね。ハーフタイムにいつもやろうかと思ってるんですけど、ちょっと忘れちゃいましたね。はい、ちょっと時間共有だけしましょう。48分の、今が20秒、21、22、23、24という時間帯です。ちょっとまあ持つ時間帯もそろそろ欲しいかなと思いますよね。もう4分ぐらい経とうとしてて、まあ、ボール触ってはいますけど持ててる時間ではないって感じですよね。後半になると間が空く癖をなんとか直したいところです。この配信、ね、結構前半で喋りたいこと喋っちゃうので、というのと疲れが出てくるんですよ。やっぱり2時間近く喋ると喋るスタミナを僕もつけないといけないですね。意外とね、今喋ることないなっていう感じもするんですけど、なんか繰り返しちゃいますけど、5分ぐらい経ってもちょっとまだ自分たちのペースにはなってない感じはしますね。まあ、うまく相手をコントロールしてはいると思いますけど、こういうところで迷わせてるのがいいですね。ちゃんとサイドはブロックしてると、じゃあ向こうはそうですね、この右から攻めてみるかみたいな、でここでどんどん窮屈になっていくと。コントロールはできてるんですよね、今守備としては。あーでもちょっと疲れたけどね。はい、でまあ、前半からあそこの三浦さん、あ、今の庄司さんなんだね、三浦さんだと思いましたが、あそこでまあ止めてるんでね、とりあえず今のところ恐怖心はないって感じです。そう、庄司さんに代表に選ばれたんですね。こんなに不調なチームから代表を選んでくれるなんて、もう優しいですね、森保さんね。さあ気をつけよう、その庄司さん。あっと
ちょっと塚本君今ちょっと慎重にやってほしかったな。なんか今歌舞伎役者みたいな表情になってますね、塚本。気をつけたいですよね、さっきからね、あのセットプレどっちで蹴ってくるかな、多分8番かけると思うんだけどな、どっちだろうな。あ、逆でした、予想が外れた。時間の共有を細かめにしましょう、52分の55、6、7、8、9、53分です。ずれてたら調整を。わあ。いやいや、開いちゃったけど。素晴らしい陽介さん。ちょっと崩されちゃったね今ね。ここです。まあさっきねちょっとあのガンバの点取った後とかは高め位置あたりで守備できてたけども低めになっちゃってるんですよね今ね。あくまで継続してねあのコントロールしていかないといけないですね。あんまり構えすぎなんじゃないかなって思いますね。この辺も低すぎるんじゃないかなと。あ、どうだろう。あ、カウンターいけるかな。まあちょっと今チーム低いからカウンターってのは厳しいと思うんですけどね。でもやっぱ強いチームはああいうところからカウンター仕掛けられるからね。まあさっきみたいに崩しみたいなのもできればいいし、うちとしてもカウンターとかがねもうカウンターガンバさん発動できないからね、ずっとああいうところでカウンター発動できたらさらに引き出しが増えるっていう感じなんですけど、まあ、あれもこれもはちょっと贅沢なんでね。ナイストアップ。あー、パス。サポートサポート。ちょっとこっちサイドは無理かな。これオフサイドないんだね。あー、でもちょっとうまく向こうがついてきたね。うぅーあそこでドリブルを選択するのが東口さんですね。笑ってますね。あれどのタイミングで出ようみたいな感じになるんだろう、東口さんね。そうそう、解説の人も言ってますけど、スタートをいつ決めたんだろうみたいな。あ、なんかもう普通にちょっと攻められてんな今。
面白いね今の。いやいいシーン、今日のハイライトじゃないですか今の。ちょっと東口さんね、今日はあんまりその何だろうな、プレーとかでは登場しないですけども、ちょっと今日の見せ場を作っちゃいましたね。確かに危なかったですね今のね。あのまま倒れちゃうとゴールですもんね、体がね。守備位置が低くなってるのが気にかかるところですけども、あ、ちょっとおしゃれでしたね今の矢島さん。つま先でパスしたみたいな感じでしたね、浮かせて。うん。ちょっと喉がイガイガしてきましたね、咳払いするかもしれません。真っ青のネクタイしてますね、この可愛い監督。ポヤトスさんですよね。うん、どんまいどんまい。うん、捉えちゃうか。ちょっとまあアタッキングサード付近でセットプレーみたいな感じが後半は多くなってきてるかなって感じがしますね。確かに。まあ、向こうがちょっとやり方変えてんのか、それともこちらのスタミナが切れてきてんのかっていうところですけど、少しねさっきから言ってる通り守備位置が低くなってる気にかかっていますし、まあコントロールできてたやつがコントロールちょっと危ない、コントロールしづらくなってる感じはあります。あ、でもこういうところでカウンターがね、さあ、うん、まあカウンターできないとしてもちょっと最後まで行きたいね。ちょっと宇佐美さんが寄ってきてほしいな。あー結局こうなっちゃいますね。うん、ちょっと攻撃まで至れずっていう感じで最後キーパーまで行っちゃったけども、お、どうしたどうした、危ないとこですね。いや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 、なんでオフサイド、戻りオフサイドかな。何だったんだろう。まあ戻りオフサイドでしょうね。そろそろじゃあ60分過ぎたんでね、まあこれで交代が行われましたけども、お互いに動き出したいぐらいの時間ですもんね、交代とかをね。じゃあガンバ側はどんな交代しようかみたいなところですけど、
なんかあんまりちょっと小野瀬さんを見ないなっていう感じはしませんか。どうだろう、交代策ね。うわ、すごいね、唾でバッチリくなっちゃいましたね。さあ、行ったよ。どうかな、ダメか。瀬さん、やっぱりちょっと小野瀬さんの名前を聞かないかなって感じがします。あそこからちょっと侵入できなくなってますよね。さあ気をつけよう。宇佐美さんも久々なんじゃないですか。うわあ、追いついたのにな。あーね、ちょっと踏んじゃったかな。これこの痛がり方どうだろう。あ、まあ大丈夫そうだったけどな。踏んじゃったか蹴ったかどうだろう。蹴ったのかな。いけないか、もしかして。矢島さんを下げる、まあ、奥野くんちょっと右サイドバックずっとやってたけど、多分これはもう普通に矢島さんの位置に置くんだろうなっていう感じですよね。久々にボランチをやるみたいな感じになりますよね。奥野さん、奥野さん、奥野くん、まあくんとさんの違いあまりないんですけどね。なんか奥野くんは奥野くんって呼んじゃいますね、年齢的にもね。ちょっと今コンビネーション使われてやばいですね。お？どうなってしまったんだ今のは。ここ三浦さんね、ずっと咳止めてたんだけどね、ちょっとコンビネーション使われてついていくのが精一杯になっちゃったのかなって感じがしますよね。あんな前あそこ止めてただけに、って感じですね。だんだんお腹空いてきたな。例えばご飯食べてなかったなと思って。結構7時からの試合ってね、ご飯のタイミング難しくないですか。先に食うか後に食うかみたいなので、ね、途中でお腹空いてきたらなみたいなね。しかも今回これ配信とかしてるんで、途中で飯食ってくるわっていうのもあれなんですが、だから終わるまではちょっと我慢ですけども、なんかちょっとしたおやつを置いとけばよかったな。止めたら神ですよ、東口さんね。めっちゃ PK の前って喋ってるんですね、こんな感じで。まあ、この後にね、
どうチームで切り替えるかを試されますよ。失礼、ちょっと咳が出そう。だから前半ね、良かったところでそのまま後半にね追加点を奪えればこの試合っていうのは取れたかもしれないけど、まあ、こういった感じでちょっと追いつかれるんで、何回も言いますけど、ここからどうチーム切り替えるかというか、どういう風にしていくかですよね。攻撃を分厚くするかとか、まあ、あとは交代策、時間帯的にもね、いうところをちょっと見ていかないと。はい、取った。どうする。うほう、うさみさん来い。うわー、いいパターンだったな。宇佐美さんのシュートは結構ブロックされがちですよね。まあ、ガンバのシュートブロックされがちねえ。調子いい時ってなぜかちゃんと向こうに当たらずにっていうね、得点が取れる時ってそうなんですけど、本当にブロックに悩まされますね、いつも毎節毎節。わーっと庄司さん、今の違うよ。そんなトラップいやもう少しみんなで守ろう。んちょっと潮目が変わってきてしまったな。まあ、向こうに得点が生まれたんで向こうに勢いが出てきてるのはわかるんだが、ちょっと潮目が良くないですね。これは悪い方に流れてる。せっかく庄司さんね、ずっとね、いい守備してたのに、ああいうのでちょっとマイナス評価になっちゃうんですよね。まあ、ちょっと奥野くん入れてますけども、どうなんでしょうか。何か、新しい動きをしないとこの流れが続くとまずいなと思います。あ、飲水タイム入ってるんですね。まあ、いい前半だったっていうところもあるんですけど、こうやってシュート4本でしょ、総合で。だから、まあ、それ褒めすぎた感もあるけども、シュート打ててないので、まあ、今までの中ではいいんだが、結局課題は解消されてないよねっていうところは思うところです。そうなんですよ、プレッシングは弱くなってるんですよ。もしかしたらガンバがちょっと前半に飛ばしすぎてたの嫌いもありますね。メンバーは奥野くんしか変わってないんですけど、まあ、これだけ少しうまくいってないっていうところは、まあ、向こうの作戦もあるかもしれないし、スタミナが切れてきた可能性もある。まあ、もう70分台ですからね。喋る方も疲れてくる70分台です。さあ、いいぞ。いいぞ。人がいるかな、クロス上げても。いるね。だけど、こら。
おい、やったー。絶対ダメだと思った今の。絶対宇佐美さんも驚いてんじゃないのこれ。え、いいのみたいな感じの顔だったね今。だからもうパトリックさんの、あ、残ってる向こうだよね、向こうの向こうの選手が残ってるかどうかだよね、これ。 VAR 入ってくる気がする。これちょっと介入してくるな。そうそうそう、サイドバックのね、向こうのね、サイドバックが残ってるかどうかですよね今の。いやでもこれは綺麗な綺麗なシュートだから本当認めてあげてほしいけど、今もうダゾーンは2対1になってるけどどうだろう。これ今どう、やっぱ通信してるよね審判 VAR とね。で今エビデンスチェックをしてるんだと思いますけど、まあ介入してくるよねこれね。そりゃそうだわ。いやでもなんか足残ってるように見えたけどな、どうだろうな。めちゃくちゃ微妙ですね、五分五分な気がする。認めた？違う、紛らわしいぞ審判。うん、多分まだ、ん？決まった？まあ、口ゴールって言ったもんね今主審ね。解説の人と同じこと言ってしまった。そうなのよ、うん、オフサイドはもうファクトですからね。あ、これのオンサイドですね。なんか今ので確信を得ました。うん、よかったね、複数得点だよ初の。やったね。もうだって追いつかれてね、勝ち越せるなんてなかったわけですよ。この可愛い審判がますます可愛くなってるけど、動きがねえ。いやー、パトリック宇佐美というこの並びいいですね。いやマジで多分全員え、いいのみたいな感じになったと思う今のゴール。ちょっともう一回ね、ゴールのシーン見たいけど、多分足止まってた選手結構いたと思うんだよな。まあ、例えばその、パトリックがキーパーに、なんか、チャージなのかなっていうのがあったんじゃないかとかね。ちょっと今、普通に上げさせたんで危なかったですね。そのキーパーへのコンタクトってまあまあキーパーチャージっていうねやつはないけど、そういうフィジカル的なファールがあったんじゃないかとか、そもそもオフサイドなんじゃないかとか、そういうので結構みんな、まあガンバも徳島も一瞬止まったんじゃないかな。まあその中で宇佐美さんがね、走り込んでっていうシーンを作れたのが素晴らしいなと思いました。気をつけようここは。さあ奥野くん OK、 うん、ナイス宇佐美さん。おー、ナイス宇佐美さん。どうするこっから。あー、いや、2-1っていうスコア見るだけで泣きそうですね。ちょっとね、苦しかったね。複数得点が取れない時期がもう半年。いや、そんなことないね。ゼロックスで取ってたの。ゼロックスのことを忘れかけるんですけど。
あの時はね2点取れたって感じですけど、あれ以来だと思いますよ、複数得点は。違ったかな、違ったかなっていうか、まあ今まで3点しか取ってないわけですから。さあ勝ちたいね、ここまで来ると。そのためにはね、この終盤の守備っていうところはやっぱりちょっと俄然集中したい。さあ打たすな打たすな、あー危ない、危なかったね。今のホイッスルは交代かな。ちょっとね、ああいう井出口さんがああいう体勢になると入れられてる絵がよくあるんで、難しいですよね。体を投げ出すと、あ、やっぱ交代なのかな。小野瀬さんが下がって誰が入りましたかね。高尾くんです。お帰り。で、一味くんか。これはどうするんだろうな。宇佐美さん残してますから。どうするんだろうな。さあ一味くんがちゃんと視野に入れてるかどうかっていうところもあるけど、どうなったよ。あ、じゃあ宇佐美さん下がったんだか今。あれ誰と変わったんだろう。失礼しました。あ、違うか。倉田さん下げて一味くんが、そうだね。宇佐美さん残ってるよね。あれ？どうなったんだろうな、結局。単純に同じ場所に入れるのかっていうのはありますけどね。宇佐美さん左にいて、真ん中に一味くんがいて、パトリックもいるし。なんかワントップツーシャドウ気味になるのかなっていう感じはあるけど、じゃあ高尾くんはみたいなところも、はあ、なんとなくツートップ一味パトリックみたいな感じも見えますけどね、今の状態だと。どうなってるんでしょうね。後ろの方を見たいですね。なんか警告出たけど、今のはどっちだろう。一味くんかな。あ、真ん中は井出口さんと奥野くんっていうのは変わらずで、ここに塚本くんが左、まあでも5バック気味というか、5バックじゃないだろうけど、3枚は変わらず。お、取った取った。さあ、一味くん。おー、抜いた。いいよ、一味くん。おー、いいね。いいね。あー、もう一つテンポ早く行きたかったな。あー、今走り込んでたパトリックのところにね。グラウンダー気味でね、パトリックの前だったらドンピシャだったなって思うけど、一つ遅れちったな。さあ、高尾くんがここにいますよねって感じですから、まあ本当に小野瀬さんの代わりになって入っ
ったって感じで、なんか、うん、そういう印象ですね。ちょっと守備をクロージングするために整えようっていう意図なのかなっていう交代ですよね。さあどうでしょうか。あと交代を使うかどうかなところですけど、うーん、例えばまあ残ってるといえばパトリックさんと宇佐美さんをどうするか。パトリックさんを下げるならペレイラさん、それから宇佐美さん下げるならシウガさんですね。まあ、その交代カードを使うかどうかってところですけど、あと1枠残ってるよね。うん、まあ、クロージングするためにっていう意味だとフォワードをどうするかっていうのは気になるところですけど、最後まで使うかどうか。うん、そうですね。でも残ってる選手はもうほぼ攻撃的な選手しか残ってないというか、まあ、菅沼さんぐらいが残ってるけど、多分クロージングで菅沼さん使うことはないと思うんでね。あ、でもちょっと宇佐美さんはまだ動けてる感じがしますよね。なんかさあクロスには起用よ。あ、上げさせちゃダメですね。あ、でも良かったです。うん、もっと高いボールだって言ってますね。さてさて、徳島は何個目の交代だろうか。うん、あと5分、ロスタイムどうだろうか。なんかプレーが切れるようなシチュエーションはなかったと思うんですけども、ただまあ PK とかね、あの辺で時間が消費されたので、まあ1分とかではない気がしますけどね。そう考えるとまあ2分3分ほどかな、何もなければこっからね。なので多分もう残りは10分ないと思うって感じですが、守りきれるかな。守りきりたいよね、本当に。ここまで来るとやっぱりあの勝ってる時の80分台は本当にいつも怖いよね。おっと、ちょっとコンビネーション使われてる。うん、いいね。そっからカウンター、カウンター。まあ宇佐美さんもうスタミナ切れてるスピードは出せないよね。でもよかったよかった、あの奪われないでこっちのねボールにできてるんでいいです。繰り返したんですけど、交代に関してはなんかそのポジションにいた選手の本当に代理になってる感じの。あー、ちょっと危ないぞ。石見くんもなんだろうな、そのめちゃくちゃフォワードの位置に入ってるんじゃなくて、やっぱりちょっとワイド気味でしたもんね、さっきね。大丈夫かな今の宇佐美さん。
まあ、今のは、うん、ちょっと接触したんだろうなぐらいなので大丈夫だと思うけどね。さあどうだろう、ここまで来ると交代は本当に時間稼ぎ用の交代で使うぐらいかもしれないですね。最後までじゃあ宇佐美さんとパトリックを使おうかみたいな感じなのかな。うん、だからまあ89分とか90分過ぎてから、まあ、ペレイラさんとかシウバさんあたりを出してちょっと時間稼ぐかみたいな交代になるかとか、なんかさっきからちょっと狙われてんのよ、その辺ね。まあ向こうもちょっとパワープレイ気味には来ますよね。ナイスブロック。さあここでキープしたいね。さあいいぞ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 、ヘイヘイ、どうなったどうなった、お、繋いでる、ゴー。あー、まあちょっと時間稼げたけどね。さあちょっとパワープレイ気味に来ると思うからです。それでも結構つないでくるんですよね、やっぱりね、向こうね。なんかポーンって入れるんじゃなくて。さあ集中したい集中したい。こういうので最後取られるとか、わ、気をつけて、 OKOK。 こういうので最後ね取られたりとかすると、まあね、2012年とかでめちゃくちゃ味わったあの苦しみがね終わらない、あの勝ってても追いつかれる勝ってても追いつかれるっていうところでどんどん降格モードになってくるあの感じがね思い出されてくるので、本当にリードしたら最後まで締めると、クロージングするっていうところはもう本当にしっかりやってほしいなと思います。まあしかもくしくもね、その時の監督は松波さんでしたし、あの時と同じ鉄を踏まないようにしてほしいですね。はい、まあ、ちょっと予想通りですけど、この時間にレペライトさん入れましたね。残るかな、残るか、お、しかもここで残る、素晴らしいですね。ああ危ない。ちょっと疲れてる時間帯だけどね、ああいう中途半端なパスっていうのは極力なくして、本当にシステマティックに守っていただきたいですね。さあちょっとなんとか囲って取れるか、ナイスです。5分か、5分も取るようなプレーあったかな。まあ、さっきも言ったけど1、2分じゃないよなと思ったけど5分かって感じですね。あ、ありがたいですね、向こうのミス。そして宇佐美さん、あー、井出口さん見えてたけどね、一瞬ね、ちゃんと宇佐美さんが空いてるっていうのは。さあちょっと高尾くん集中してほしい。うー危ないよ、ああいうねリフレクション的なやつめちゃくちゃ怖いですからね。うん、もう本当にミッションを遂行していくだけに力を注いでほしい。まあとにかくそのね、ペレイラさんまだ触ってないと思うけど、ペレイラさんあたりに収まったらキープするとか、ペレイラさんももう少しね、ちょっとあの、まあ守備やってくれてますけど、もっと交代したての人間としてガツガツ前からプレスかけてほしいなっていうのは思いますよね。
うわー怖いね。何が起きるか分かんないからね本当に。さあもうすぐ2分。あ、なんかもう時間の共有するのちょっと忘れてましたね、随分ね。今92分になったとこです。あと3分。いや久々にこの勝てるかもみたいなね、あと何分守りきれば勝てるみたいな、本当に久々ですよね。それこそ徳島戦以来なんじゃないですか、それってね。え、半年ぶりぐらいの高揚感を今感じております。ただ終わってないんで何が起きるか分かんないので、まだ安心はしないようにしましょう。一味くんナイススライディング。さあ、あと宇佐美さん、あー、おー、ナイスブロックだ。さあここでセーフティーに、そう、そこに一味くんなんだね。さあクリアしよう、クリアしよう。いやー、オッケーオッケー。いやもう本当にドキッとするね全部。あと1分半だよ。なんか角度をずらされると結構守りづらい、こういうとこね。おお、一瞬ちょっとねヨンゴンさんの、クリアがどっちに向いたのか分からなかったね、怖かったですね。いやー、ここまでちょっとパワープレイをね簡単に許してると本当にいつ何が起きるか分かんないですからね。向こうもキーパー上がってきてるんでね、本当に最大級の集中を。さあ宇佐美さん、うん、いやー本当ギリギリな戦いをしてる。怖い怖いよ。よし、ナイスクリア。いやーまだまだ集中する時間が続くね。本当にでかくクリアするだけでちょっと心理的なプレッシャーから解放されるんですけどね、それが今できないからね、ここまで圧かけられると。さあ行こう。あー、ナイスだー、やったよー。いやいやいや、長かったね長かったね。いやー危ない、本当に危ない試合だった。ちょっとね相手のパワープレイをもろにちょっと受けすぎましたね、最後の5分間ぐらいはね。うん、やっぱちょっと最後まで宇佐美さんがちゃんとピッチに立ってたのもいいことですよ。はい、何を話してるんでしょうかね。どうしたどうした、どんなことが想像されますか。うん、いやー勝ちましたね、疲れた疲れました。なんかもう嬉しいありますけどね、本当にほっとした感がすごいですね今は。うん、この二人仲いいんだろうかね。さあやっと選手がニコニコしてる絵が映像として、映されてますから、
よかったですね。はい、まあ、ちょっと試合を振り返りながらなんかぐだぐだ喋ろうかなと思うんですけども、まあ、前半ね、結構手放しで褒めてましたけれども、まあ、後半の途中で言いましたけれども、試合の総合のシュートで言うと後半途中まで4本だったっていうところもあって、ちょっと、試合は取れてたんだけども1点止まりっていうところ、あとまあそれ以外で崩す場面っていうのがほぼなかった、まあ、前半の最後にね、オフサイドになったけど倉田さんが入れたっていうところあったんですけども、ああいうシーンが増えなかったなっていうところが前半の振り返りで、後半はね、そうですね、ちょっと PK 与えてから向こうのちょっと圧が強くなり、そしてこっちの、まあ、サッカーがちょっと後ろをがかり気味になってしまってて、ペース取れなかったなってとこなんですけど、いい時間帯にね、ああいう宇佐美さんの得点があって、まあ本当にオフサイドギリギリなやつだったけども、まあエースストライカーが決めてくれたっていうのがありがたいですね。パトリックさんも宇佐美さんも2点目ですね、2人とも素晴らしい。はい、まあ、ちょっと徳島が今何位ぐらいのチームなのかっていうのも、はい、把握してないんですけども、上位ではないでしょうね、きっと。まあ、そういったチームに、まあ、少しちょっとこういったギリギリの視野になっちゃってますし、まあ、我々はね、我々で強いチームかというと強いチームではないので、今季はね、なんか話がまとまらなくなるなってしまいましたけど、宇佐美さんのインタビュー聞きますか。逆転ゴールではないでしょう。インタビューの人ちょっと間違ってますね。逆転ゴールじゃないですよ。勝ち越しゴールですよ。うん。まあ重箱の隅をつついても仕方がない。祭りだ祭り。なんかいい時間帯悪い時間帯って多分あったと思うんですよ、この試合でも。いい時間帯のことを言えば本当に攻撃のパターンみたいなのが今まですごく、なんだろうな、見出せなかったところがちょっと出せてきてたなっていうのは本当にプラスかなと思いますよね。うん、やっぱりやっと一勝されど一勝なんですよね。他の上位のチーム、まあ中位もそうですけども、もっと点取ってるし、もっと勝ってるし、まだスタートラインにも立ってないような状況かなと思ってるので、まずは降格圏を抜け出すっていうところを、やっぱり6月ね、まあ、新監督いつになるか分かんないよ、6月に来るか分かんないけども、まあ、6月っていうところがちょっと一区切りあると思うので、そこまでにちょっと形ができてたら、その、まあ、今年4チーム降格っていう厳しいレギュレーションですけど、そこを抜け出せるようなね、下地ができるんじゃないかと思うので、本当に今日みたいな試合を忘れないようにしようと思いますよね。すげえ寂しいってなんか声が聞こえてきたけど、選手かな、なんか今の宇佐美さんの声だった気がするな。すげえ寂しいって言ってましたけど、いや、いますよ、サポーターの人は観客席に今ね。
ガンバクラップやるんだったっていうのも忘れてましたね、ちょっとね、久々すぎて。まあ拍手もブーイングもない観客席ですけど、今日は拍手送られるんじゃないですかね、えお客さんがいたら。はい、というなことで、一区切りつきましたので、まあついにというか、まあ2回目ですね、勝利のラジオができるということで、明日ぐらいにラジオを撮って、喜びを振り返っていきましょうということで、今日の配信は、こんな感じで終わろうかと思います。この、中継、ダゾン中継一緒に見よう副音声はまた YouTube に上げますので、もしかして、YouTube で見かけた人はあのダゾンの再生シークバーを合わせていただいてですね、まあ、説明書きますので、それでまた見ていただければなというふうに思います。今日はありがとうございました。あ、一人の方入っていただいてありがとうございました。スペースの方もありがとうございます。これで終わりにしたいと思います。ありがとうございました。またお会いしましょう。